あ、ついてるか、ワイコ。今日でラストワイコと行きましょう。ラストワイコ、どうやって結末迎えるんだろうな。ワイコの姿はないようだ。突然エニジマの体が光に包まれた。え、どういうこと。羽田、頭上に灰色の空が見える。はいはい、完全に荒れ果てた砂地が広がっている。テレポンさせられたってこと。無理やり。赤い服の女が砂地を眺めて立っている。ログインしたの分かったから、ごめん、魔法で呼んじゃったの。そんな魔法あるんだ、すげえな。無理やり召喚する魔法。ワイコ、N 島に謝んなきゃいけないから、どうしても。あ、なんか珍しくシリアスですけど、多分あれだろうな、あの意見文送ったけど何も反応なかったんだろうな。うん、何を謝るんだ。まあ俺の正体に気づいたわけじゃないだろうし、何をっていうか、なんつうか、そのもろもろ少し困っている。前に言ってた N 島とワイコのログをゲーム会社に送るって話ね。あれ闇にしようと思うの。うん、それがいいと思うよ。それがいいよ。有料サービス停止確定。それが謝りたいこと。うん、これかな。個人情報だら漏れだったしな。そうなんだけど、それだけじゃないの、本当は謝りたいのは。少し困り顔だな今日は。どうしたのよ。赤い服の女はつま先で足元の砂をいじっている。え、イジイジしちゃって、もしかして会いたいのかな。今までのログ見てたら、そのワイコ自己嫌悪っていうか、あ、今までのキャピキャピ、違う、なんだっけ、キャハキャハとかを絵文字だらけのやつとか見返して、自己嫌悪か、愚痴しか言ってなかったもんな。恥ずかしくなっちゃったか。職場の愚痴とか人の悪口ばっかりさ、読んでて気が抜いっちゃって。あ、それでちょっとへこんでんのね。これを毎回読まされてた N 島のこと考えたら申し訳なくてさ。人の心に気づいたか、ワイコも。ワイコ、あんなにじゃ先生なんて言われる資格ないよね。まあ、発散する場所は必要だと思うし、先生も大変だなって俺も思わされたけどさ。振り逃げ見たくて本当ごめんなんだけど、ワイコ、今日限りネトゲやめようと思う。多分 N 島とはもう会えない。そうなっちゃうんだ。ワイコ卒業か。そんな急な話、いや、これはちょっと送り出してやろうよ。一人の大人がオンラインゲームを卒業してね、社会に出ていくわけだから。寂しくなるね。ワイコのが寂しさ指数高いんだから、ま、負けるか。嬉しそうだ。ネットって顔見えないし匿名でしょ。ワイコ、いくらでも性悪になりそうで。あー、ネットの闇ってあるよね。もう抜け出せなくなってるけど、私とかは自分の振り見て我が振り直すってやつ。普通人も見るんだけどな。じゃないね、 N 島がいなくて気づけなかったね。よかったじゃん。そうか、ワイコも成長したんだな、大人の女性としてな。目に見えないものへの気遣いって発想、ワイコ N 島に教えられたんだ。うん、ワイコからの熱い信頼感じた。聞いてますか、変なコメント打ってる皆さん。相手の顔が見えない、姿が見えないからこそ気遣いが大事だってことなんですよね。ワイコはそこに気づいたわけだ。成長したな。ワイコと仲が深まった気がした。じゃあこれでワイコが成長しきったっていうことで。何この音楽、達成した。成し遂げた音楽。何時ついに真実の絆を得たり、ここに忍者の力はその採用を開かれたり、ワイコの一番奥開いちゃった。我ら何時に忍者の究極の力、荒はばきを生み出す資格を授けん。荒はばきでしたか、忍者。またなんか癖の強いペルソナくれるな。ランク最大値。インターネットコミをマスターした。この BGM ちょっとおもろいけど。忍者のペルソナを生み出す力最大ね。かけがえのない絆を手に入れた。ワイコとはもう二度と会えないけど。まあでも、授業で会うときにね、ちょっとこっちはニヤッとしちゃうよな。あ、鳥海先生、成長したんだな、つって。忍者コミのマスターに伴い、伏せられた古の神、荒はばきを生み出す合体が解禁になった。じゃあ、ワイコもう行くね。これ書いといたから。え？ワイコがいなくなったら、ここ、地面を調べてみてね。え？どういうこと？すげえこっぱずかしいけど、渾身の力作よ。なんか書いたイラストとかをアイテムにして渡せるみたいなことかな。携帯に落としとけばいつでもいられっから。ワイコ、レンダーとかは見ても泣かない子なのに、明日目真っ赤だろうな。そんな覚悟の上で別れを決めたんだね、ワイコね。成長したな。さらば相方ドロン。赤い服の女は消え去った。ワイコが立っていた地面を調べた。
しないないか書かれている。そんなのできるんだ。すごいゲームだなこれ。す、き、縦に読んでね。好きだってよ。あー、恋多き女だったな、ワイコ。学校ではね、まあ同一人物なんだけど、学校では足つりくんにキャハキャハしながら、まあこっちで多分けじめをつけて、N 島との間にけじめをつけて、今後はね、足つりくんの方に集中しようかなみたいに思ってたのかな。で、まさかその二人が同一人物だったなんて、みたいな。なんか昼ドラとかでありそう。ワイコが残した画像を携帯電話にダウンロードした。残すな、残すな。ちょっと、まんざらでもない感じになってるやん。思い出の絵文字。ワイコとの思い出を胸にしまって、ネットゲームを終了することにした。もう俺もね、このネットゲームを起動することはないでしょうね。そうだったのか。まあ多分今の思い出の絵文字が、荒葉木召喚のね、触媒になるんですかね。で、なんで急にどうした？鍵時間。あ、一週間前のあれか、ファルロス君の警告ね、いつもの。やん。はい、来ました、いつものやつ。一週間後、上がってる上がってる。もう夏休みせっかく楽しんでんだから、あと。あと1週間で次の満月だよ。そんなことよりあと2日で夏休み終わることの方がショックだよ。準備はできてる？試練も残り少なくなってきたね。ね、あと4体でしょ。だからこそ気をつけてね。おお、注意してくれてるわ。ちゃんと短いワープ。また会いに来るよ。うん、まあ、いつも通りでしたね。うん、見えなくなった。あと7日か。まあ、アマダも多分参戦してくるだろうし、どうなるんだろうね。今回、コロマルとアマダが2人入ってるからな。満月と満月の間にな。いやー、映画祭りも終わりでしょう。今日は、バルナバンクル。あー、買っちゃったなー。いらないかー。買っちゃったー、それ。もっと早く売ってほしかった。17,800円。安い。買っちまったよー。いらないか。持ってるもんな。純平がまた変なこと言ってんのよ。熱中できるものがなんたらって。そんなことより今あんたが熱中するのは宿題でしょって感じ。そうだよな。目の前のことに集中すればいいのにな。さあ、一足先に授業って言うんだ。私は遊び行こうっと。もう終わったんだ、ゆかりっちな。もうあと今日と明日で終わりだからね、夏休み。あ、フェザーマン、本家次元獣悪党でも置いたわ。可愛いね。なんなんだ一体、本家次元獣。うん、夏休み終わっちゃうね。思い出といえば映画祭りぐらいかな。一人で行ったのかな。ごめんな、風花ちゃんのお誘いだけスルーしちゃったもんな。勇気出して一人で行ってきたの。予想より混んでて緊張したけど、見始めたらぐいぐい引っ込まれちゃって。来年もまたやらないかな。なんかみんな映画好きだよね。今日は誰だ、キリジョー先輩かな。うん、今日は随分と久々に予定が何もない一日だ。さすがに1ヶ月も休みとなるとこういう日もできる。さて何をするかな。珍しく暇ですか。まあちょっと誘ってみたい気もするけど、俺にはコミが大事や。霧城先輩コミがあれやな。間違いなく誘ってんだけどな。じゃあ久々に私もね、外に出ましょう。ひたすらネットゲーやってたからな。ネットゲー行くか映画行くかだったからね。久々に違うコミに行きたい。やっぱ日曜なんでね、しましまのお兄さん行っちゃいましょうか。ちょっとまた難しい話をね。ゴッゴッぜいぜい。めっちゃアピってくる。はっは、苦しそうだ。大丈夫か、こんな夏の暑い日にさ、外に出て。収まるまでよかったらここにいてくれないか。いていいんだね。いるよ。じゃあありがとう。嬉しいのか。よかったよかった。いや、ほんと辛そう。絶対暑いじゃん。8月30日の真っ昼間よ。家の中でクーラー浴びてた方が。でもそれじゃあな、どうせおめえがもう行くばくもないんだから、せっかくだから外の空気吸いたいのかもしんないな。いや、めちゃめちゃ苦しそうじゃん。何の病気なんだろうな、マジで。少し収まってきた。ありがとう。人が隣にいると安心する。でも寂しいんだよな、人があんまりいないから。どうしてこんなことになったんだろう、僕だけが。ねえ、どうしたんだろうな。もう昔のように駆け回ることもできない。この足が、心臓がそうさせない。ただシーツの中で丸まって、あと何回心臓が打ったら時が来るのか数えるだけ。あー、まあこれは普通のなんかね、精神状態じゃいられない気がするよな。僕だけが、どうしてこんなことになった。それ怒りも湧くよね。神のいたずら。神とかあんま使いたくないな。
わからない。神木だけじゃない。あー、まあ世界は広いからな。こういう人とかね、なんか幼くして亡くなっちゃう、ね、事故とかで亡くなっちゃう人とかもいるんだろうけど、でも俺が言っていいことじゃない気がするし、わからないよな。多分神木はさ、多分ずっと哲学してると思うんだよね。自分がどうしてこういう状況になったのかって。ただどんだけ考えてもわからないんでしょ。本人がわからないんだし、俺にもわからないよな。そうだ、わかるわけがない。僕になってわかりはしないんだ。そうだよね。まあなんでって言われても特に理由はないんだろうけどな。本当にたまたまとかしか言いようがないっていうかな。それなんかなんとかしてたまたまだっつって納得しえないから神だとかなんとかね、運命だとか言うんでしょうけど、死ぬ理由は簡単さ。けれど死ぬ意味はない。うん、どんなに見出そうとしてもね、生きる意味がないのと同じだよ。まあ表裏一体ですからね。生きるも死ぬもね、死ぬために生きてるしっていう部分もあるしな。静かにうなずいている。逃げたいんだ。逃げたいのにこの重い体が逃がしてくれない。この体は僕を裏切って告げるんだ。忘れるな、お前は死んでいくんだ。どうして僕は。そうだな、人間みんな死に向かって歩いてはいるんだけど、そのね、まだちょっとしか歩いてないのにもうゴールが見えちゃってるってことだからな。普段は意識しないことが目の前に突きつけられるわけだからね。もう少しここにいてくれ。一人だと潰れそうなんだ。いや、喋らなくていいと思うよ。喋っても何も変わんないしな。あと俺別にあれだよ、間を恐れないタイプというか、むしろ心地いいタイプだから、割と二人でいる時とか黙るタイプだからね。喋んなくていいぞ。ああ、そうだな。でも少しでも君と話したいんだ。ああ、そうか。穏やかに微笑んだ。楽になってきたよ、ありがとう。結構よく喋るもんね、神木ね。弱々しく微笑みかけられた。まあというか、主人公がね、無口だから相手が喋らざるを得ない部分はあるんだけど、まあ黙って一緒にいるっていうのもね、いいことだと思いますけどね。暗くなってきたね。僕はもう大丈夫だ。また会えると嬉しいよ。また来てくれと。また来ようじゃないですか。僕は槍を使って戦います。特徴としては命中力が少し高くて、その代わりダメージが少し低いですね。命中の方が高いんだ。ちょうど敵の HP をチクチク削るって感じの武器でしょうかね。そういうことですのでお願いします。まあ、遠くからチクチクって感じなんだろうけどな。あ、なんか順平久々に見たな。何してんのこれ。なあ、俺って熱中できるものは何かあったっけ。知らん、自分で探せ。ない。なしなしなし。あー、知らんなあ。ってそうだよな、お前に聞いてどうすんだか。見つからないか、悩ましい。青春してるな、でも順平な。まあ、でも部活とか入るのが一番いいと思うけどね。アマダのことなんだが、当面はいろいろと面倒見てやらないとな。まあ、小学生だからな。お前たちに任せていいか。あんま気が乗らないですけどね。そう言わずに頼む。俺はそういう柄じゃないんでな。真田はね、まあ、過去になんか抱えてるからな。アマダのなんか知り合いかなんかと縁があるんでしょうけどね。何にも教えてくれないからな。社長マジで、あいつなんだ、夏休み取ってんのか。あいつも夏休み後半全然いなかったじゃんね、田中社長。おい、コロちゃんと遊ぶよ俺は。何が田中社長じゃい。俺にはコロちゃんしかいねえ。コロちゃんがいればいいわ。コロちゃん、お散歩行こうね。ああ、イベントなし。せっかくならね、イベント起きてほしいけどね。お、何か拾った。ハンゴンコ。まあ、悪くないぞ、ハンゴンコはな。あ、やべ、疲れちゃったな。疲労か。疲労はよろしくないね。ああ、赤い日が終わっちまう。もう赤い日がなくなっちゃうのか。まだ早いとこ学校再開して、コミをね、進めたいところですよね。あら、また順平か。ここ通ってんじゃん。よ、またまた会っちゃったな。会っちゃったじゃねえ。絶対会いに行ってんだろ、お前。好きなんだ。そっちが勝手に来るんでしょ。まさしくその通り。あれ、順平ってんだ。そっか、まだ名も名乗ってなかったか。君、名前は？この辺に住んでんの？名前ちょっと知りたいよ。
無視お、閉じた。おい、ちょっと、その手。手？何？待てって、怪我してんじゃんか。怪我？なんで？ちょっと、この間から何なの？用もないのに付きまとわない。え、ほんとだよね。迷惑だよね。この目力やば。怖いな。そんな、ほっとけっかよ。血出てんだろ。血出てる？え、なんでだ？絵描きながら？ほら、手出せって。縛ったりとかしないと。優しいじゃん、純平。何を慌ててるの？うん。はぁ、あ、慌てんだろ、普通。逆に落ち着きすぎだよな、女の子な。すぐ医者に見せろよ。てか、ついてってやろうか。おほー、過保護。何の怪我だったんだろう。変な人ね。いやー、どっちも。千鳥よ。千鳥？意外、意外に和風な名前。は？私の名前、純平が聞いたんでしょ。もう純平って呼んじゃってる。おいおい、すごい懐に入ってくるね。懐に潜り込むのがうまいね、この子は。あの絵、もうすぐできるから。絵も見せてくれんの？私の描いたものは私にしかわからない。でも、そんなに見たきゃ、来ればそんなに見たきゃ、来ればもう、お手本のようなツンデレしてるじゃん。これはドキドキだろうな、純平な。純平って呼んでくれた？しかも名前教えてくれた？絵も見せてくれる？これはもうドキドキ落ちたな、これな。今日はこの後予定がある。まあ夜までには戻るが、どうも私は忙しい方が性に合っているようだ。昨日は丸一日空いてしまって難儀したよ。もう逆に忙しくないと落ち着かないタイプなんだな。久しぶりに昼寝などしてみたが、頭痛がした。頭痛がするほどに、暇が苦痛なんだな。なるほどね。まあ働いてもらっていいんじゃないでしょうか。今日って夏休み最後ですね。最後の日だからせっかくだし、今日って何か用事ありますか？すまん。あ、聞いてみただけです。僕は別に寂しそうだな、まだ。いやー、なんか誘ってやりたいけどさ、ちょっとお兄ちゃん忙しいんだよ今。すまん、まだ俺にはやるべき仕事があるんや。さて、いよいよ今日は8月31日。全国で明日から学校が始まります。暗い顔の子供たち、休みボケを直すには。休みボケか。俺毎日勉強してるしな。休みボケもあまりなさそうだけど、まあオンラインゲームびたりだったのもあるけどな。いつものことだけど、また怪事件被害者が街に溢れてきてるわね。ところで君は知ってたかな、この被害者数の増減の規則性。お、気づいた？今までの統計によると、いつも満月の1週間前あたりで最大数を記録し、満月が過ぎると途端に消える。こういう規則性が見出されているの。おー、気づいたね。俺は何かあるわね、その満月の日に。まあ、気づいたところで影時間が観測できないから、どうしようもないよな。で、久々に本の虫行っとこうか。入学して早々の頃はやたら来てたんだけど、ここ。だいぶ久しぶりになっちゃったな。何この緊迫の BGM、どうしたの？今度は何よ、神妙な顔している？おみさきちゃん。ちょうどばあさんとあんたの話をしとってね。ごめんね、最近ちょっと放置しちゃって。なんか悪かったかのってな。柿の木のことで厄介かけちまってないかって。え？別に何もないけどな。木のことで何かあった？何もないけど。忘れちまったのかい、柿の木。わしらと美咲ちゃんの架け橋なのに。別に忘れてないけど。忘れてないけどさ、別に 木が倒されちゃうよねーって話でしょ。俺がなんか迷惑こぶったか？チートばかし、ど忘れしただけじゃよな。わしらのことなんてどうでもいいってことないよな。いや、全然気にかけてるよ。めちゃめちゃ悲しそうだ。あの柿の木はの、息子の忘れがたみなんじゃよ。息子の忘れがたみ。実は生前息子は月号で教師をやっとってな。あー、そういうことか。で、息子さんが植えた柿の木なんだ。そんな柿の木切り倒すなよって話だけどな。最初に受け持ったクラスの卒業式の日にみんなで植えたもんなんじゃと。あー、そんな木切り倒すか？なんか生徒会が切るとか言ってたよな。何考えてんだマジで。もうすぐ実もなるっていうのに、なんだってこんな時にあの木を切るだなんて。いや、心配しなくていいよ。これ切り上先輩に言えば一発だから。大丈夫大丈夫、コネがあるから、うちには。ありがとうね、美咲ちゃん。もう大丈夫よ、おばあちゃん元気出たわ、美咲ちゃんのおかげね。よかったよかった。おー、みさきちゃんってば、ばあさんのハートをわしづかみじゃすごい。プレイボーイじゃの、年上キラーじゃの。ちょっとマダムすぎるかな、俺には。
若い子の自分を見とるようじゃない。親近感持たれているようだ。ちょっとね、悲しい顔させちゃったのは申し訳ないけど、柿の木ね、今後どうなるのかまだ分かってないからな。さすがに切り落として終わりってことはないだろうしな。木のことにこだわらんでもええ。近くに来たら顔見せておくれな。そうだ、これが持っておき、余りもんじゃがの。カニパンをポケットにねじ込まれた。カニパンまあまあでけえけど、ポケット入るかな。カニパンありがとう。おいちゃん気をつけての。君か、おかえり。ただいま。満月が近づいてきたな。言うまでもないと思うが、くれぐれも準備を怠るなよ。何を足プラプラさして。何、可愛いアピールか。僕のペルソナのことをまだ話してませんでしたよね。僕のペルソナは光の属性だから、光属性の攻撃は効きにくいんです。だけど逆に闇属性には弱いんです。ムドなんか反則ですよね。反則わかるぞ。気持ちはわかる。純平、とうとう物思いにふけり始めてみたい。恋だよゆかりん、そっとしておいてあげな。宿題諦めたとか。もう宿題も手につかないんじゃないかな。どうせあの千鳥ちゃんのことしかさ頭にないでしょ。お前千鳥か。いろんなものひっくるめて、とにかく奇妙なやつだよな。奇妙って思ってるんだ。まだ好き、あ、自分が好きになっていることすら気づいていないのかもしれない。お、よかった、すっきりした。ラッキーラッキーラッキー。社長、なんでいねえんだよ社長マジで。コロチューン、今度田中社長いたら噛みついていいからね。落ち着いてる？行かないの？匂いを嗅いでる。ちょっと行かねえのかよ。やることなくなっちゃうよこの丸。散歩行こうよ。まあまあまあ、体調も治ったし勉強しますかね。夜何もやることないのちょっと悔しいわ。いやー、なんというかもうというかようやくって感じですね。9月1日新学期、今日から2学期が始まる。うん、まああと1ヶ月中やるから学力もマックスいけそうだな。何この BGM、 新学期 BGM。 へへーって爽やかになったね。急に変わるんだもん。新学期で BGM 変わるんだ。いいね、あげあげじゃん。おはよう、夏休み終わっちゃったね。うん、マジでかったるい。もう死にたくなるよ。ちょっと待ってくれ。あれ、前半の BGM が思い出せなくなった今ので。へーでもう飛ばされちゃった俺の前半の BGM の記憶が。すごいなインパクト。じゃあほら、例の無気力症のああいう風になったら楽じゃない。やだ、冗談じゃないって。ちょっと待ってくれ。話が入ってこない。話が入ってこないな、ノリノリすぎて。けどあれもあれでいいかもね。実際楽かもな。何言ってんの。全然話入ってこねえって。あ、しかもボーカルあるの。語り入ってない。語りが入ってる。語りが、ちょっと待ってくれ。話が入ってこねえって。語りパートまであったらこのまま授業行くのか。うるさい。BGM 言ってる竹の塚先生。物理の竹の塚先生もそう思いますよね。 BGM ちょっとうるさいかもなこれ。いや、いい曲なんだけど、曲としてはいいんだけどさ、まあ慣れるまでちょっと時間を要するかもしれない。夏休み終わったんだぞ、気持ちを切り替えんかいバカ者。気持ち切り替えすぎなんだよ BGM が。じゃあ復習がてら早速当てようか。スリー、復習か。前期のやつ覚えてねえぞ。電気抵抗がゼロになる現象をなんていう。おう、超電導、絶対零度、量子ホール効果。量子ホール効果はね、量子がこうすり抜けてしまうことですよね。トンネル効果。あ、絶対零度も違うってことを考える。超電導ですか、電気抵抗ゼロ。そういうことだ、よく勉強してるじゃないか。ちょっとあんまよく分かってなかったけど、超電導状態では電気抵抗がゼロ。すなわち一度流した電流は永遠に流れ続けるってことだ。へえ、そうなんだ。電気抵抗がないからね、無限に流れ続けるってわけね。先生、昔好きな人にこんな言葉を送ったんだ。君への愛は超伝導。意気込みは伝わったと OK もらえたけどね。 OK されてるんだ、やるね。意気込みなんて非科学的だろ。そんな理由じゃ私が冷めちゃってね。逆に、まあ、冷めるといえば金属を冷やした際に。ああ、まあ正解でしたか。魅力いらねー。
学力上がってほしいな。ただ全然先生の話入ってこなかった。これテスト中にもこの音楽流されたらやばいかもしんない。あ、よかった、収まった。ここの BGM は同じなんだな。ちょっといきなり新学期早々。あ、こんにちは、失礼さん。ちひろちゃん、なんかすまんな、夏休みの間あんまり会えなかったね。あの、いつでもいいんですけど、放課後よかったら、その、付き合ってもらえませんか？どこへ？どこに行くのよ。古本屋さんに今ハマってるんです。あぜさんも一緒だと嬉しいなって思ったり。って、すいません、勝手に。早速、つばつけに来たよな、新学期早々、1日目にして。ちひろちゃんか。まあまあまあ、行ってもいいんじゃないですかね。あ、早速、一見、ベーベーね。ベーベーもな、そろそろ上がるからな、美咲殿。先生、相談したいです。今日同好会いらっしゃいます？行くよベベ。あのおじさんの件でしょ。おじさんおばさんの件、先生はどうしたらいいか待ってるです。ベベが深刻すぎる。ベベに行こう。火曜日はみんなそこの新学期早々キングまで来た。お前までお腹いっぱい。今日はスペシャルなもの食べなきゃ。あ、ちょっと大丈夫です、今日は遠慮しておきます。同好会じゃあいいよ。僕は一人でスペシャルフーズ、まあ、来たかったら来てもいいよ。連れてってあげるからさ。寂しそうにすね、寂しそうに。そわそわしてる。なるほどな。さすがにみんな溜まってるんだな。新学期1日目でみんな声かけてきたわ。いやー、久々の学校。やっぱこの BGM なんだな。そりゃそうだよな。夏場って大変だよね。これ外に出るだけでも、これ聞いたな。お前あれだな、会話の内容が変わってねえな。新学期だってのに。まるで成長していないけど大丈夫？やばい、ここでベベを誘うと千尋ちゃんにバレる。俺が千尋をスルーしたことがバレてしまう。クソベベ、できれば家庭科室で会いたいな、お前に。そんなバレるところにいるな。桐城先輩が役所で水着ですって。あなた写真とか持ってないの？バレてる。写真あるよ、出しときましょうか画面に。って持ってないじゃないの。ふざけてると復讐依頼生徒にあなたの名前書き込めよ。怖い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 。あいつらが俺に復讐しに来る？やばすぎるだろう、こいつの執念。